こんにちは、開講寺です。今日はですね、クラウドファンディング幕開けでプロジェクトが行われているこちらの財布ご紹介します。じゃん。はい、もうめちゃくちゃ薄いこちらの究極なミニマル財布レイマーご紹介します。もうね、見てわかる通りめちゃくちゃ薄いです。はい、ペラペラ見ていきましょう。はい、この薄さです。まあ、畳むと7ミリになるんですけど、もうほんとぺったんこですよ。究極軽量。はい、外観ね、説明していきましょう。もう本当にシンプルな構造なんですけど、まず素材がですね、コーディラというエクストリームスポーツなんかによく使われている耐久性、撥水性に優れていて超軽量な高機能素材が使われています。それが圧着されてこういう構成になってるんですけども、ここに何を入れるかというとですね、お札をここに入れることができて、あとはカードはですね、最大で10枚入ります。こっち側に4枚入れて、こっち側に4枚、そして、ここによく使うカード2枚入れて、合計10枚で運用することができます。小銭入れは入っていないんですけど、ちょっとしたお出かけとか、まあ、メインで使っているお財布のサブで使うとか、まあ、ホテルで宿泊している時にちょっとお出かけとか、スキミング防止機能のついた財布を使っていて、交通 IC とかを別で持ちたいとかっていう、そういうニーズがある場合はかなり活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、幕開けで行われているプロジェクトのページ見ながら詳しい仕様を説明していきたいと思います。こちらが幕開けで行われているレイマーのプロジェクトのページになります。見ていきましょう。まだ始まったばっかりですけど、結構支援額集まってます。 567% でもうすでにサクセスされています。たった7ミリの薄さでカード10枚収納、アメリカ製高機能素材を活用したレイマー。畳んだ状態で厚さ7ミリ、超軽量 17g、 超コンパクトです。カード10枚、お札も収納か、ミニマル財布なのに収納力が結構あるみたいです。最近はね、キャッシュレス化相当進んでると思うんですけど、小銭持ち歩かない方も増えてきたんじゃないかなと思います。このレイマーはフランス発のミニマル財布だそうです。ここにも書いてありますが、特に2020年、まあコロナウイルスの影響で直接触れ合いを避けるキャッシュレス化が急速に広まったと思うんですけども、そうなってくるとお札硬貨を入れる大きな財布っていうのの出番はなかなか少なくなってきていて、こういったミニマルな財布っていうのがかなりニーズが高まってるとは思うんです。で、クレジットカードの収納に最適なアイテムがあればいいのにとか、まあ、特に小銭を多く持ち歩かないっていう方は、シンプルに軽量化されたミニマルな財布っていうのを使いたいっていう人はね、多いと思うんですよ。そんなニーズに応えられるのがレイマーっていうことですね。収納しているイメージはこんな感じですね。お札入れて、カード入れて、はい、取り出しもサッとできる。こんな方におすすめ。現金を使わない方ですね。まずこれ、現金を使わない方、ミニマリストの方増えてますね。身軽に旅行したい方、旅行行く際はメインの財布があって、でこれをサブで使ってもいいかなと思うんですよね。ホテル外出時に手ぶらで出たい方、このニーズもあると思います。セカンド財布として小さい財布が欲しい方、特徴としては究極の薄さと軽さ、使い勝手を追求した複数の収納、軽量で頑丈な素材、環境に配慮した作り手のこだわり。大きさは畳んだ状態で 7.7cm×9.9cm、 重さは 17g と超軽量になってます。10円玉4枚より軽いそうです。こんなに軽くて薄くてシンプルなんですけど、収納力は意外とあって、10枚のカードと紙幣を入れることができます。収納イメージこんな感じですね。カードスペース左右に4枚、よく使う部分に2枚、紙幣の収納スペースがこちらにあります。本当に見た目はシンプル、とても現代チックな財布ですよね。今までは考えられませんでしたが、キャッシュレス化が進んでね、こういう財布が一般化していくのかなと思います。コーディラというね、耐水性、撥水性に優れた超軽量の高機能素材を使っていますけど、これはアメリカのインビスタ社が製造販売している高機能素材ですね。重さ 17g、 ナイフにも耐えられる耐久性、エクストリームスポーツに使われてるぐらいなんで耐久性かなりあるみたいです。撥水性にも優れているので突然の雨でも大丈夫。作り手の方は環境にも配慮しているそうで、レイマーはエコテックス認定の生地で作られていて、環境にも優しいものだそうです。カラーバリエーションは3色、ブラックで、ね、シンプルでいいと思うんですけど、いかがでしょうか。そしてネイビーブルー、ネイビー可愛いですね。そしてラスティーレッドも可愛いですね。この3色で展開されてます。製品仕様も見ていきましょう。レイマー、素材がコーディラ、重さが 17g、 サイズが 15.8cm×9.9cm、 厚みが 7mm になってます。広げた状態だと 15.8cm ですね。で、縦が 9.9cm、 折りたたんだ状態で、まあ、7mm になるということですね。コーディラのこの素材自体はもう本当に 1mm にも満たないぐらいの薄さだと思います。プロジェクトの終了が3月22日で、6月下旬頃の発送予定になってるそうです。
はい、じゃあ実際にですね、僕の使っているお財布からカードとか紙幣をこっちに入れてみたいと思います。僕もミニマルな財布が好きなんで、こういう財布とか、今ちょっとこういう財布を使ってますけど、ミニマルな財布ね、いいですよね。ちょっとこっちからこっちに移し替えたいと思います。カードが8枚今僕は入れてるんで、この8枚のカードをレイマーに入れます。紙幣が今7枚あるんで、この7枚を入れます。じゃあカード入れていきましょう。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目。はい、片側には4枚、こっちには6枚入れていきます。1、2、3、4、そしてあと2枚、よく使うカードスペースに1、2、これで10枚入りました。カード入れた状態だとこんな感じになります。はい、どうでしょう。そしてここにお札を挟んでいきます。お札はどうしましょうかね。こうやって2つ折りにすれば入るのかな。あ、2つ折りにすればなんか入りそうな感じ。2つ折りにして入れてみましょう。こんな感じ。おお、いいじゃん。はい、できました。これでちょうど入りますかね。はい、こんな感じです。ここからはみ出るのちょっと気になるんで、押し込んで、ギリギリまで、この折り目ギリギリまでお札下げて収納すると、まあ、ほんとぴったりって感じですかね。まあ、若干出てるかなっていう感じなんで、もしかしたら三つ折りでもいいかもしれないですね。お年玉入れるときみたいな感じになっちゃいますけど、三つ折りにして、三つ折りにした状態で、まあ、入れればはみ出ることもないかな。ちょっと厚み増しちゃいますけどね。はい、こんな感じです。シンプル。はい、いかがでしょうか。なかなかシンプルでかっこよくていいんじゃないでしょうか。小銭持ち歩かない方とか、あとはサブの財布としてカードだけちょっと持ち歩きたいとか、そういったニーズにぴったりなんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はですね、幕開けでクラウドファンディングプロジェクトが行われているレイマーというフランス発の超軽量の超ミニマルなお財布ご紹介させていただきました。気になる方はですね、概要欄からチェックしてみてください。またこういったクラウドファンディングの面白いプロダクトとか最先端のものとかいろいろ紹介していきますんで、よかったらチャンネル登録して次回以降の動画を見てください。 SNS の情報も説明欄に載せてますんで、よかったらチェックしてフォローしてみてください。さよなら。